日本共産党の佐々木健一郎でございます。まず議論の前提としてですね、確認をしておきたいことはですね、民意の正確な反映と、いうことが基本だということでございます。地方自治にとって住民の意思を反映させるというのは極めて大切であって、中心的役割を果たすのは地方議員であります。何人の議員をどのように選ぶか、どのような議会を作るか、これは民主主義の基本が試される問題であります。で、基本的にはですね、議会というのは、住民と密着して地域住民の意思を十分に反映されるというものでなければならないと思いますし、そのためには一定の議員数が必要だと思います。まずこの基本点を確認しておきたいと思います。提出者は北川和夫君。その通りだと思います。委員長。佐々木健翔君。ところがこの間ですね、この都道府県議会議員の定数が、相当削減されてまいりまして、確認をしておきたいのは、1995年末と2012年末直近のですね、都道府県、議会の議員の定数ですね、これはどうなっているか総務省にお伺いしたいと思います。安田選挙部長。1995年平成7年、と2012年、平成24年の12月31日現在の都道府県議会議員の定数のそれぞれの合計でございますが、1995年平成7年は2941人、2012年平成24年は2735人となっております。委員長。佐々木健翔君。この数字はですね、定数が206マイナスになっているんですね。で、比率では 7% 削減をされております。別に都道府県が合併したわけではありませんしね、47都道府県、これ数は同じであります。で、人口は逆に95年と比べて増えておりましてね、この議員の数がどんどん減っていると、これがやはり私は問題だと思うんですよ。これ減ればいいというものではなくて、やはり地元とのパイプがですね、それだけ細くなると、こういうことであります。で、2011年に地方自治法改定が行われまして、議員定数の法定上限、これ撤廃されたわけです。で、法定上限というのは、自治体の議員定数の目安となっていたものであります。で、これ撤廃したことによってですね、この定数削減にこの目安がなくなって、歯止めが効かなくなっているんではないかと。我々はそのように見ております。で、そこでですね、お聞きしたいのは、この法案でですね、都道府県で選挙区割りの条例が策定されることになりますけれども、その過程の中で区割りと同時に定数削減も、また盛り込まれていくという可能性はあると思いますね。で、法案の中にですね、議員定数削減に歯止めをかける、そういう条項はあるのかどうか、これ確認しておきたいと。提出者、北川和夫君。ございません。委員長。佐々木健翔君。これは非常に私は残念な内容だと思っておりましてね、この民意の反映ということを考えますと、数を減らすことに、何らかの歯止めが必要だというふうに思っておりますので、で、今回の法案でですね、今度は巨大な選挙区が、できると、巨大というか大きな選挙区ができると、それが可能になりますけれども、そのことによって、どういう効果があるか、まず確認しておきたいと思います。提出者、北川和夫君。今回の法改正によって直ちに巨大な選挙区が生まれるとは認識をしておりません。地方のですね、都道府県議会の自由度、選挙区の区割りの自由度をですね、高めたということでございます。その区割り、選挙区をどの程度の地域のにしていくのかということは、あくまでこれは各条例で、県議会の条例で決めることであるというふうに思います。佐々木健翔君。この現状でも定数がこう減ってまして、
また選挙区がこう小さくなってきていると、まあ、こういうことによって、一人区の選挙区が大変多くなっているんですね。でこれは大変民意の反映には私はマイナスだと思っております。で一人区での選挙はですね、市議票が多くて民意がなかなかこう反映しにくい。で、まあ、しかしこの一人区と一人区の選挙区が今度は、まあ、例えば一緒になったとこうしますね。まあ、そうなったからといってこれは二人区になるとは限らない。それはそこの、まあ、自治体の判断といいますか議会の判断だと思いますけれども、この条例によって決められるわけですね。でこの法定上限もないわけですから、この区割り作業と同時に定数削減の可能性も生まれると。つまり一人区と一人区が一緒になって二人区になるのではなく、一緒にして一人区にしてしまうというふうになるとですね、これ半分に減っちゃうわけですね、定数は。まあ、そういう可能性があるので、それは非常に私は危惧をしているわけでございます。で、まあ、今回の改定でですね、この一人区がさらにこう増えるという可能性は否定できないのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。鉄社北川和夫君。先ほど篠原委員から出された資料でもお分かりの通りですね、政令市になってですね、逆に一人区、行政区に単位でですね、選挙区を規定しましたから、一人区が増えてしまったと、まあ、こういうところが多いわけなんです。で、そういう意味では今回の改正はですね、政令市においては、政令市全体の中で2以上のですね、選挙区であればいいよということでございまして、逆に一人区は私は減る方向に働くのではないかと、いうふうに認識をしております。それから先ほど来委員がおっしゃっている定数の削減の問題ですが、確かにこれは大事な論点だと思います。県会議員選挙でですね、どの程度の定数を、が適切なのかというのは非常に重要な論点であると思いますが、今回のですね、改正とは全くこの定数の削減にとは無関係でございまして、今回はあくまでこれまで法律、原則法律でですね、すべて選挙区というのを決めていたのを、これをできるだけ条例にお任せしましょうというのが改正の一番の、ポイントでございます。委員長。佐々木健翔君。まあ、一人区と一人区を一緒にして、まあ、二人区になるから、一人区が減るという可能性もあるという答弁でしたね。まあ、それは定数が同じであればそういう可能性もありますけれども、定数が減らされる可能性ももう一方でありますので、これは地域的に言いますと、一人区がですね、地域的に広がっていくという、そういう可能性もありますのでね、そこは必ずしも今説明した通りにだとは私は思って、された通りだとは思っておりません。それで次にですね、この民主主義の、それからもう一つはですね、その定数削減はこの法律とは関係ない、確かにその通りです。ただ問題はその定数削減を、より一層行う可能性に、つながる面もあるという点です。つまり一人区と一人区でそのままであれば2人 ですけれども、一緒にして2人のところを1人にしちゃえば、これ定数削減と小選挙区が、またできるということになりますから、これは非常にマイナス、以前よりは私は議員の数が減るという点でマイナスだというふうに思うんですね。それからもう一点はですね、まあ、今までも議論が若干あったかもしれませんが、地域代表の面、これは大変私この地方選挙の場合非常に 大切な観点だと思います。でこの間ですね、面積は大きいけれども過疎化のために人口が減少してですね、一郡一町村の自治体が増えたり、単独で選挙区を維持できずに近隣市に合区されると、まあ、いうことで人口が少ない地域から代表を選出できない状態というのが生まれてくるという事例があります。例えば愛知県で言いますと新城市及び北設楽郡選挙区はですね、面積は県全体の 20% もあるわけです。大変大きい。しかし人口はですね、県全体の 1% に満たないわけです。で広大な面積があるにもかかわらず定数1で、
この過疎地域からの議員選出が非常に困難になっているわけですね。で、同じようなことは他の地域でも見られるわけでありまして、大きな選挙区になることによってこのそういう地域との関係が希薄になる、そういう可能性も生まれるのではないかというふうに思いますが、その点はいかがでしょうか。委員長。提出者北川和夫君。これも先ほど篠原委員から出た資料の長野市の例なんか非常に典型的だと思います。長野市が合併することによって旧町村からのですね、代表がですね、長野県議会に出なくなったというお話であったかと思います。だから今委員のご指摘のあったことはですね、やっぱり都道府県議会の場合は一つはやはりこの地域代表という性格が大変大きいと思いますから、そういう面でいかがなものかというご主張だというふうに理解します。で、これについては例えば長野市の中でですね、これは将来の課題ですが、今はその市のですね、縛りがまだ残ったままなんですね。この市の縛りをですね、将来外して一つの大きな市の中でですね、選挙区をいくつか作るというふうなことができればですね、今のような問題も解決できる方策が生まれてくるわけでございます。で、これは今回の改正案には入っておりませんが、付則4条で、書いておりまして、将来の課題としてですね、ぜひ検討事項の一つとして考えていきたいというふうに思います。委員長。佐々木健翔君。これ市町村合併との関係の問題について考えたいと思いますけれども、今まで市町村合併は相当こう進んでまいりましてね、自治体の数が非常に減りました。で、しかし地域が非常に広くなって、役所がですね、役場が目の前にあったのがなくなってしまってですね、非常に遠いところに行かなければならない。過疎の地域の方々にとっては非常にサービスが低下する、こういう問題が起こってきたわけです。で、私どももこの合併の問題については住民サービスという観点から言うとマイナスが多いんじゃないかということで、かなり地方議会でも発言をしてまいりました。で、今回の選挙区のこの合区を可能とする案はですね、この合併した地域に今度は選挙区の方を合わせて大きくするということが可能になる。それからそういうふうになりますと、今まで、例えば町村から県に、議員がいたのにですね、合併して、その地元代表がいなくなった、そういうことも生まれる。それから、このもう一つはですね、まだ合併はしたくないという、自治体もあるわけですね。で、しかしこの制度ができ法律が実行されますと、合併したくないというところも、県でですね、この地域は一緒に、選挙区としてはまとめた方がいい、こういうことになりますから、そうしますとですね、しょうがない、それに合わせて、合併という方向をもっと今度は考えようかというような話にもなりかねないので、逆にこの合併を加速することになるんじゃないかという面も出てくる可能性もある。この点についてですね、どういうふうにお考えかお聞かせいただきたいと思います。提出者北川和夫君。今回の法律改正案はですね、先ほどの定数削減の問題も同様ですが、その市町村の合併の問題についても何も書いておりません。それについては全く中立でございます。市町村合併を進めるかどうかというのは、これはあくまで地元の市町村が、それぞれの議会がですね、やはり判断をしていくべき事柄でございまして、いずれにしましても今回の法改正とは、関係はないというふうに思います。委員長。佐々木健翔君。確かに法案の中にそれ書いてるわけじゃありませんからね。ただ問題はその客観的な状況の変化というものがあって、で、法律がこう出てくるわけですから、で、その法律がその実態のとの関係でどう作用するか、これはやはり考えていかなければならないことだというふうに思いますので、以上の点指摘をして質問を終わらせていただきます。これにて本案に対する質疑は終局いたしました。これより討論に入ります。
討論の申し出がありますのでこれを許します。佐々木健翔君。委員長。佐々木健翔君。私は日本共産党を代表して都道府県議会議員の選挙区に係る公職選挙法の一部改正案に対し討論を行います。現在地政的にも巨大な市が誕生し面積は大きいが過疎化のため人口が減少したり一郡一町村の自治体が増えたり単独で選挙区を維持できず近隣市に合区されるなど人口が少ない地域から代表を選出できない状況が生じています。また都市部と過疎地の人口格差が大きな県では都市部は10人以上の大選挙区になる一方過疎地は1人区というように小選挙区と大選挙区が混合している県もあります。で本案は郡市による選挙区設定がいびつになっている現状を解消しようというものであります。しかしそもそもの根本問題は市町村合併と議員定数削減にあります。市町村合併について我が党はこれまでも住民と行政が遠くなるパイプが細くなるなど住民サービスの低下弊害について批判してまいりました。本案のように市町村合併が進んだことに選挙区を合わせようというやり方には同意できません。また現在合併していない自治体合併を拒否してきた自治体も選挙区の合区を促進することで市町村合併の方向に行かざるを得なくなるのではないかと危惧しております。地方自治にとって住民の意思を自治体に反映させることは極めて重要であります。その中心的役割を果たすのが地方議員です。都道府県議員は地域代表としての役割もあります。選挙区を広げることは住民との関係を希薄にし地域代表としての都道府県議会議員の性格を否定することにつながりません。これに議員定数削減が加われば地域代表の役割に逆行することにもなります。この間都道府県議会議員の定数は大幅に削減されてまいりました。また2011年の地方自治法改正によって少なくとも自治体の議員定数の目安となっていた法定上限を撤廃したことで歯止めのない削減に拍車をかけることになっております。一定の定数があってこそ多様な意見を議会に反映することができるのであり議員定数削減は地方自治の面から見ても問題があります。さらに現在都道府県議会の選挙区で信票が多く民意が正確に議会に反映されない一人区が増えていることは問題です。今後選挙区割を策定する過程で議員定数削減を加速しそれと相まって一人区がますます増えることが懸念されます。民主主義の根幹である選挙は議会に民意が正確に反映されることを基本に考えるべきであります。憲法の謳う地方自治に基づき一定の原理的な考え議員定数削減に歯止めをかけるようなルールを設けるべきであります。以上本案には問題があり賛同できないことを述べまして私の討論を終わります。これにて討論は終局いたしました。第183回国会相沢一郎君ほか5名提出公職選挙法の一部を改正する法律案について採決いたします。法案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。お分かりいたします。